ルキウス・アイリウス・カイサルの彫像、ルキウス・アイリウス・カイサルは、ローマ帝国の政治家、軍人。ローマ皇帝、ハドリアノスの養子となってその後継者とされたが、創生した。後の共同皇帝、ルキウス・ウェルスの父。元の名を、ルキウス・ケイオニウス・コンモデスと称し、106年のコンソルであった同盟の父親の子として生まれた。ハドリアノスの長愛を受け、 130年にプラエートルを務めた後、136年に子供のいないハドリアヌスの養子に迎えられて改名し、カエサルの称号を与えられた。続いて、コンスルに任じられると、パンノニアに派遣された。後にハドリアヌスはアエリウスが病弱であったことから、この養子縁組を後悔するようになる。アエリウスは任を果たしてローマに帰還し、 新年に際して養父に感謝する演説草案を準備していたが、薬を服用後に休止した。養子の病弱ぶりに不満を持っていたハドリアヌスは、新年の行事を妨げられないように、猛発するのを止めさせ、後にはアエリウスが存命中から彼に代わる養子を探していたと公言したほどであった。とはいえ、ハドリアヌスは、アエリウスの忘れがたみであるルキウスウェルスを庇護して、新しく、 養子に迎えたアントニヌスピウスの養子に迎えさせている。ありがとうございます。